はい、どうも皆さん、後藤です。本日はね、ぜひ誕生日1枚ということで、2月かっていきます。まず1時間あるんで、とりあえず、今僕は、勝負ということで。今ね、マウンティーのトップツイッターみたいなね、なんか、エッグヘッドのルフィのね、写真貼ってあったんで、写真集が、予想されてたんで、まあ、エクヘッド編のルフィですね。なんか、倉庫行ってたらもうね、なんか来てました。で、今撮影してるのが5月4日なんで、明日ですね、明日何で撮るか楽しみですね。なんですけども、もう終わっちゃった。はぁ、まだ終了しちゃって。はい、というわけで、2戦目やってくるんですけども、ちょっと1戦目は味方強敵で勝ってましたので、2戦目やってくるんですけども、ユタは何をやってるんだということを言ってます。まあじゃあ、早く構えたらいいんですけどね。トルベティの救援に行きますか。ユタが楽しみに。早く引っ張らせましょう。まずバジャンガンで引き出して、まず軌道分けを、あらんすね、ちょっと待って、黙ってくるの、ないっすね、ないっすね、ちょっと待って、引き出しましょう。というわけで3戦目やっていくんですけども、ちょっとね、ラグかったんで、ちょっと学校に行ってかけてきました。あ、でもまだラグいな。そんなことはいいんですけど、とりあえず1ヘッド編の MV がね、連射されることを確定したわけじゃないんですけども、とりあえずね、攻撃のヘッド編って言ったんですけど、攻撃のハイヘッド って言ったんですけど、ヘッド編の可能性もだいぶあるんですよ。ガリアンガンに一緒に来ました。休憩ね。よく主役だよね。主役取ってみますか。っていうの可能性もあるんですよ。ヘッドで来た場合、そう、満たす効果はないのかなと思うんですけど、ヘッドでさすがになかった。コーデータ、まあ、あるいは、それ、
これか配車の二択ですね。はい、これか配車の二択なんでね、そこはね、あ、いるんだっけ。ザコルフィが出るんですけどね、この人に得意な考えで、レジ希望用のね、頑張ってくれてるんで、ありがとうございます。